当時におきましては、まず、震災が、地震が起きた後に、まあ、津波がございました。その津波の影響によりまして、電源喪失となりまして、この1号機と2号機の全ての電源がなくなりました。それに伴いまして電源とあと照明の方も落ちましたので、部屋全体が、まあ、真っ暗な状態でございました。当時の当直員は照明がつきませんので、手元でパトロール用に持っておりました懐中電灯等を用いまして、確認が可能な定期等について、手元にある用具でできる限りの、記録を残すよう努めたと